ください。はい、こんばんは。ルシエルが帰ってきたんですけれども、はじめさんがいないということで、また一人でオープニングをしたいと思います。巷ではね、歌舞伎町では風が流行っているということで、皆さん体調は大丈夫でしょうか。先週はね、ブレスのかなたくん、つかさくん出てもらったんですけど、今日はどうなることやら、ノープランでお送りしたいと思います。いきます、じゃあゆずぽん、はしぽん。あるのを見受けます。拾っていこうかな。風なの、風です。はじめ社長、はじめ社長は何してるんですかね今ね。まあ、来るはずなんですけど、お店が違うもんで全く状況が分かりません。今日はね、お休みのはずはないかな。ゆず座ってなってるよ、ゆず座。先週の放送どうでした？うちのかなたくん、つかさくん大丈夫ない。で、ブレスもルシエルも共通なんですけれども、明日ね、25日は締め日になっています。世代交代、世代交代は考えていいですよね、もうね。誰にしようね、司、かなたあたりでね。お昼、夕方、火曜日のね、16時から新人枠の方で出させてもらってるんですけど、今日からね、京介くんという子がね、出てたんですよね。放送出なくなるってこと、俺は出たいですけど、かなたは新人じゃないね。じゃ締め日にね、なんか面白いことをね、期待してるんですけど、波乱があった方がね、楽しめるし。で、26日から俺とはじめさんはロサンゼルスの方に行かせていただくんですけれども、で、30日に帰ってきまして、その日の夜中に歌うま選手権に出させてもらいます。そしてその次の日、31日は、うちの黒根望月マネージャーのバースデーとなっております。ハードでしょ。ナンバーワン、今月はナンバーワン誰になりそう、誰でしょう。任せて、任せて、頼もしい任せてが来た。歌うまね、そう、歌うまをきっかけにね、このニコ生出させてもらってるんですけれども、それがもう2年ぐらい前なのかな、あんま覚えてないけど、なんだっけ、頭が回らない。今回は、ブレスからは2人までということで、俺とジン部長が、カムイジンさんがね、出てくれます、出てくれます、出させてもらいます。で、予選が今日、ゆずきデートしてんの見た、んなわけはないな。俺、9時ぐらいまで寝てましたよ。入国審査大丈夫なの？いや、大丈夫大丈夫、問題ないでしょ、女性です、女性。この放送を見る前に歌うまで初めて知った。そうね、そういう子がね、いてくれて、前ね、歌
ったその歌うまに出させてもらった直後にそれを見てきてくれた子がいて、その時俺休みだったんですけど、急いで出勤して着かしてもらったら、財布バーって開けて、ラストも歌えるぐらい好きにやってくださいみたいな言ってくれた子がいたんですけど、嬉しかったです。かっこよかったね。ドンペリをねいただいたんですけど、何色かは知りません。その子かっこいいな、やってみたい、やってみてください。やっぱりレイヤーがナンバーワン。レイヤーって誰ですかね。ジョロムレ、ジョロムレ、ジョロムレバンダって何。そう、歌うまね。ね、その時は、予選で、予選じゃないか、予選か。で、ジャンヌ・ダルクの月光花を歌って、ネットで投票してもらって、で、その次に、残酷な天使のテーゼを歌って、決勝で浜坂由美のヘブンを歌おうと思ったんですけど、お披露目するまでもなく、まあ、歌ってればね、97点は確実に出たんですけど、歌う機会もなかった。そう、テーゼを歌いました。今回は、選曲がね、ちょっとこう、インパクトがあった方がいいかなと思って、毎回選ぶんですけど、今回決勝はね、イエス、アシッドブラックチェリーのイエスをね、歌おうと思うんですけど、まあ多分歌う機会はないのかな、どうなんだか分かんないですけど、決勝行ったら歌います。で、予選の方は、スマップのね、ライオンハートをキーを上げて歌います。ジンさんはね、なんかニベアのやつって言ってましたね。プレス何回も出てるし、1回は会場に見に行ってみたいな、これ言ってくれれば全然もう来てください。今回出演者が多いからお互いそうね、ちょっとロス帰りだからってちょっと気取っていくからね。私も出たい。それはダメだよ。何人くらい出るんですかね。まあ、D ブロックまであるっていうのは聞いたんですけれども、30人ぐらいかな。ラスガエリは間違いなくゆず様だけどね。そうだね。ロスから生中継します。でも放送がないからね、テレビ電話を Wi-Fi があるときにかけてくれれば中継しますよ。タイミングよるからね、時差が十何時間あるから合うか合わないか分かんないけど。はじめさん来ないね、忘れちゃってんのかな。来年は見に行くね。来年あんのかな。今日のリスナーさんはすごくいい人ですね。はじめ社長のグラビア見たよ。なんだろう、スターガイズかな。かなたも出たい。お前かなた、かなたコメントしてんのか。かなただよ。お前タメ口かいね。スターガイズのね、なんか嬉しいね。なんか ID がゆずファンってなってるけど嬉しい。この枠で京介出たい。なんでみんな片言なんだ。かなただよ、今日もお疲れ。しばくよ。スターガイズね、俺も見ました。かっこよかったね。あの都庁の前のね、公園で撮ってたね。歌舞伎チャンネルではじめちゃんいた。あ、それもね、あったね。最近ね、細すすみできましたとか、ゆくがね、また増えてきてくれたんですけど、この間言いましたよ。細ラブ見てきましたって。反応しづらかったね。歌舞伎チャンネルって多分、東宝のさ、ゴジラの前にモニターがあって、そこのやつだと思うんだよね。プレスはスターガイズ乗せないの。乗ってたんだけどね。乗ってて俺のグラビアもあったの。彼方のグラビアとジンさんのと消えてたね。ああ、あれか、見てくれました。時差ね、13時間か16時間だね。
ちょっとなんか拾いやすいコメントしてくれる従業員が書いてるんだとしたら、もう夏ですね。会いたいって言ってたよ誰が。はじめちゃん、はじめちゃんって言っちゃった。はじめさん来てほしいね。もうなんかさ、こういうピン放送とか慣れてしまったけどさ、やってほしいよね、一人でこの苦労を味わってほしいね。一人の番組ですってやったら喜んでやるんだけど、二人の番組ですって言って一人でやるのわけが違うから。はじめちゃんもピン放送してみてよねってね、ほんとそうだよね。飛び込み行ってもいいですか。どうせジンさんでしょこれ。締め日にどんでん返しある、して。自分たちの意思では限界があるので、担当を輝かせてください。これに会いたいやつはブレスに会いに来い。ファイヤーね、うちのシャンパンコールは7万円からです。でよく出るのが8万円のオリジナルシャンパン、会計で言うと12万いかないぐらいかな。そしたらファイヤーをやります。でもう一個上に25万円のバーニングコールっていうシャンパンがあるんですけど、うん、でちょっと裏メニューでオリシャンを3本入れたらジョイフルっていうのもね、隠れメニューであるんですよね。何それ、ジョイフル。そう、あの生き物係のジョナサ、ジョイフル知ってる人は田舎にしかないっていうからね。ジョナサ、ジョイマン。ジョイマン懐かしいね。ジョイマンって何だっけ。まだおもろかった。これツイッターみたいになってんじゃん。今から行きたい、誰。今から行きたいって言って、ん、行かせてって言った子誰ですか。こっちはいろいろ分かるんですよ。二人で行きたい、誰。さっきカナタだよって言ってた子でしょ。タイムライン、はじめちゃん出ないとにゃいちゃう。今なんかアプリでさ、スノーってやつ流行ってるよね。よくブレスでも遊んでますよ。歌は見に来ます。ちょっと黄色い声援をお願いしますね。ちょっと今日聞いた話によると、これは魔の D ブロックだそうです。歌うも当日入れるの、入ります。頭痛い。魔の D ブロック、前にね、そのさっき言ってた、あの歌うも出させてもらった時もね、 D ブロックだったんですけど、もう有名で歌が上手な人が多くて霞んでしまいました。E がいい、 E はないね。 F が好き。俺も D か E がいいな。今少し歌ってよ。ちょっとそういうのやめてもらっていいですか。ロス弾丸ツアー、まだ CM 明けにはじめさんが来てることを祈って、レイヤーは来ないでください。CM どうぞ。こんな俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いじゃん。イオンインク、経験者大募集。
ってるから気をつけてね。なんか言おうとしたの忘れちゃったな。あ、そうそうそう、あのもうちょっといろいろ出たい、いろいろ出たい。だから姫様、俺を輝かしてください。歌うまどこでやるの？区役所通り。いろいろってこう、あのね、メディアとかさ、うわ、すごい人だみたいなさ、なりたいからさ。そう、区役所通りっていう、すごい質問攻めだね。区役所通りで歌うの？そう、そうです。もうすぐ26日からですよ。ね、D ビルキャッツビーハウスっていうところでやるそうですよ。誰でも行っていいんじゃないですか。グレスでは営業終わった後に、みんなで行くらしいんですけど、多分その日営業出るか出ないか迷ってます。月ハウス、プロペラハウスとか流行ったよね。E3 ビルか。チーンってしてるね。なんかそこに誰がってことじゃないの？どういうこと？誰ならいい？そこにってこと？いい餃子。うまいね。そこに誰がってことじゃないのってどういうことだ。話がいろいろなってきた。わかんない。ビニールハウスね。そろそろラストンいきますか。ちなみにラストンで歌ってほしい曲は何でしょう。歌いたいけど、ちょっと今の声やばいでしょ。カラオケ大好きなんだけどね。素人枠作っててほしい。行くよ行くよ詐欺はやめましょうね。ラストンの選曲基準聞きたい。でもそれは多分女の子のあれによるね。ビジュアル系好きって言われたらそっち系でやるしね。あの俺結構昭和歌謡的なの好きだから、そういうのも好きだから、そういうのもね、カバーとかさ、最後の雨とかさ、レイニーブルーとか好きよ。サザンとか、サザンは違うか。そうそうそう、地震の時のやつ。あー、シャングリラかな。今までで一番気持ちよかったラストンは何だろう。ナンバーワンを取ったことがないから。ABC のん？何だろう、ボカロとかね。ちなみにバースデーの時にジャンヌ・ダルクの I'm So Happy を歌って、フラフラしながら歌って。はじめさん電話しますね。ちょっとつなげないから、今日も歌って、歌わして、ラスト歌わして。はじめさんも代表だからね、忙しいのかもしれないしね。あ、お疲れ様です。あれ歌うまじゃなくてニコ生は、はい、今日ですよ。わおでしょうね。はい。じゃあ次回期待してます。もう間に合わないでしょ。
あーそうそうそう、じゃあもうダメですね。いやいいですよ、いいえ大丈夫です、はい了解です、はいはい、忘れてた、そうです、うん、ハジポン忘れてるやつ。あの普通に忘れてて飲みに来ちゃったって言ってました。でも新たなはじめさんが来たから。あ、じゃあこっちで。はい、新生はじめさんです。どうもはじめです。かぶっちゃうよ。いや何やった、今あれはじめさんが本当に忘れてたらしいですね。うん、あ、ついに。忘れてたんだ。はじめイケメンになった。ああ、もっとちょうだいそういうの。褒めて、褒めて伸びるタイプだから。あ、そう、歌うまコンビ。うん。で、先ほど教えてもらったんですけど、ジンさん。はい。歌うま、何ブロック。僕、何ブラックなの。何ブラック。ブラック。何だと思います、どの辺だと思います。俺ね、多分、予想ね。はい。なんか多分、売れてる人とか忙しい人って、遅いじゃん、はいはいはい、なんか俺最初の方だと思う、うん、ABCD あるんですけど A かな、 A、 お正解です、当たり、さっき放送で抽選したらしいんですけど、うん、A ブロックの1番目らしいです。俺が1番目やめてくれよそういうのは。なんでそうなる。抽選なんでしょうがないですよ、大人の力か。いやいや多分普通に違うと思うんですよ。なんだなんだ。初っ端もうほんと初っ端っす。今から曲って変えれるんですか。まあ、まだまだいけますか。別に変える必要なくないですか。いやまあちょっとでも一発目の方が、はい、他の人のね、ちょっと気楽な気持ちで見れるかなと思ってね、いいかな。トップバッターだと俺そういう一番を取りてんじゃねえんだよ。売り上げで一番取りてんだよ。え、どこを送ってたの。ブレス右上です。違う、青の右上、すぐ終わって何するの。そうだよね、俺が D ブロックだからそれまでお酒を飲んでてもらうとこかな。いやでもなんか、なんとも言えないですね、今の俺に必要なのは乳酸菌かなって思って。カルピスですか。カルピス透けてますよ。これです、カルピスサワー。じゃあ乾杯しましょうか。はい、はい、長丁場だね。1時ぐらいから始まるらしいんですけど、多分 D ブロックは3時とか、まあ予想は。ちなみに A ブロックの一番目って何時ぐらいになりそうなの。向こうの人、多分1時過ぎじゃないですか。早いな、はい、いや、いやでもジンさん来てくれて助かりましたよ。いつもなんかいらないなとか思ってたけど、うん、やめろ、今日は助かりました。なんでいつもいらないって。いやなんか変な時に来るから。なんかでも人がこうわやわやいる時の方が邪魔したくなる、はい、まあそうですね。あの僕あれなんですよね、あの人が楽しそうなのをぶっ壊すのが大好きなんですよ。最低ですね、うん、性格悪いんで、うんうん、はい、でもね、悪ガキ。そうです、悪ガキですね、子供っぽい。でも営業終わりですぐ一発目だからいいんじゃないですか。うん、多分ねテンション的にもいいと思うし、うん、そう、なんだ確かにいらないって誰だ。あ、そう、天の弱って言いたかったんですよね。うん、言葉出てこなかった、性格悪い、うん、最低、天の弱。最低やん、ほんとひどい。俺小僧ばかりに調べっかんな、マジで。調べて実家突き止めてやべえぞ。今日ほんとまったりな感じでやってるんですけど、はい、まったりモードでね。次週はね、そうだから歌うまのあれとの兼ね合いでお休みになります。ゆずぼん始め最初、次はじゃあ6月の最初です。はい、そこはね、ちょっとね、ちょっといろいろ考えてはじめさんの方でやってもらってもいいし、なんかね、罰ゲーム的なのもね、イナゴとかあるでしょ今。うん、すごい嫌なことをさせたいですね、罰ゲームで。うん、あ、ワニの肉とかな。うんうん、うん、
じめのピン放送期待。それはね、もちろんいいんだけど、俺も出たがりだから、それでなんかバーってコメント上がっても俺嫉妬するね。うん。はじめ社長のネタして。火曜枠ってあの新人のでしょ。人変わりました。今までは誰だったんですか。ゆきでした。ゆきくん。はい、グレッツのゆきくんだった。で、ルシエルの方がミクくんがね、うん、出てたんですけど、うん、まあミクはそのままで、うちは京介くんが出て、うん、変わりました。変わったんだね。うん、なんで変わったの。うん、もうやだーっていう感じだったんじゃないですか、ね。うん、あ、反抗期ね。うんうん、やっぱ誰もが通る道ですよね、反抗期って。人事一発芸してよ。うん、誰だ書いたやつ。しねえぞ。ゴリラの足。ゴリラの何足。じゃあ分かりました、最後に一発芸するんで、あのみんなちょっとコメントください。その中で一つ選びます。3分だよ。うん、あと3分しかないよ。ちいさんっていい人なんだろうな。いい人ですよ。あ、1分前だ。ほら、もう時間あれか。俺来たからだ。何してほしいかのコメントが来ない。うん。なんかやりますよ、その通りの言われたこと。パーフェクトヒューマン。パーフェクトヒューマン、猪木、踊って、ゆずを楽しませて、ジン、ゆずを笑わせよう。今のところ全部却下だよ。終わっちゃう。いつものやつ。なんかねえかな。風に効くやつ。あ、はい。これね、今プロポリスって言うんですけど、見えますか。これね、すごい喉に良くて効くんですよ。ゆず、口開けて。やだ。なんだよ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすがる。何回目の錯覚だ。笑って先まで使い込んだ仮面をやめ、腹くたに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。